ムハンマドの表彰はイスラム世界において一筋縄ではいかない問題である。歴史を通じてムハンマドの人相や風体を交渉や文書によって伝えることが問題になることは少なかったが、視覚的に描写することはその許容範囲について意見が一致しない。コーランにははっきりとムハンマドの肖像画を禁じていると取れる箇所はないもののいくつかのハリースが ムハンマドの姿を視覚的に描写することを明確に禁じている。ムハンマドの外見について視覚的に描写することはあらゆる意味で伝統的であったとは言えないものの、ムハンマドの肖像画の存在を伝える古い文献や外見の特徴を書き記したものが残っており、その特徴については正しいとされることが多い。ムハンマド画をはじめとしてイスラム美術における 視覚表彰を宗教美術として許容し得るかという問題は学者の間でも意見の一致を見ない。宗教的な人物でも歴史や史家の著作であれば普通差し絵がつくのに対し、コーランはそれがない。文脈と意図の把握がイスラムの絵画美術を理解する上では欠かせない。ムハンマド像を作り出したムスリム画家たちも、 それを干渉したムスリム社会も、それが崇拝の対象ではないことを理解していた。たとえそれが装飾として、崇拝対象の一部を成していたとしても、一方で、学者もこうした肖像画が宗教的な要素を帯びることについては認めていて、例えばイスラム社会で普遍的な信仰ではないが、ミューラーチを祝うために、ムハンマドの肖像が利用されることもある。 ムハンマドを視覚的に描写した例の多くが顔をベールで覆っていか、その姿を炎として象徴的に描いている。1500年頃の有名な作品にはムハンマドを顔も含めて描いているものもある。現代のイランという例外を除けば、ムハンマドの描写は非常に珍しい。イスラム社会のあらゆる時代、地域においても決して数は多くなく、 見つかっても中世においてミニアチュールなど、写本差し絵として、思想を前提に描かれているものにほぼ限られる。イスラム社会において、公開を前提とした宗教美術の中心的であったのは、カリグラフィーである。オスマントルコの時代には、ムハンマドについての文章を視覚的かつ装飾的に配置する美術のジャンルである昼家が発達した。この昼家は、 肖像画としても干渉されうるものであった。西欧というヒーズラム世界においては、ムハンマドの視覚的描写はほとんど例がない。中世においては敵意を持って描かれることが多く、ほとんどがダンテの詩の挿絵に描かれるものであった。ルネサンスと近代初期まで時代が下ると、より中立的で英雄として肯定的な描かれ方がされるようになった。一方で、 ムハンマドの描写はムスリムから抗議を受けるようになり、インターネットの時代においては、ヨーロッパのメディアにムハンマドの風刺的な肖像画が掲載されたことが発端になり、国際的な抗議活動と論争、テロリズムに発展する事件まで起こった。コーランは明治的に肖像画を禁じていないが、それを経典として補うハディースの一部は、 明確にあらゆる生物の肖像画を描くことを禁じている。それ以外の肖像画を許容しているハディースも決してそれを推奨しているわけではない。しかし、ムスリムの大半がムハンマドだけでなく、モーセやアブラハムなど預言者を視覚的に描写することに否定的である。スンニ派の信者は、ほとんどがイスラムの預言者を視覚的に描くことは禁止するべきだと考えているし、特に、 ムハンマドの視覚的な表彰については反対である。その根幹にあるのは、そうした肖像画が偶像崇拝につながるという考えである。シーア派のイスラム社会では、ムハンマドの肖像画は今日とても一般的になったが、シーア派の学者もかつては、こうした描写については反対していた。今も、ハディースの教え通り厳格な立場を取る多くのムスリムは、あらゆる、 ムハンマドの描写には否定的であり、たとえそれがヒムスリムが創作し出版したものだからといって寛容にはならない。世界の主要な宗教は歴史のどこかで半偶像主義を経験している。ユダヤ教であれば十回の一つが刻んだ像を禁じている。ビザンツ時代のキリスト教は8世紀と9世紀に 偶像破壊運動が広がる中で、聖人の視覚的な表彰が禁じられ、教会で干渉可能なのは十字架だけになった。イエスをはじめとする聖人の視覚表彰は、プロテスタントの一部では、今も議論になっている。イスラム初期のハディスや文献には、ムハンマドの肖像画が登場する逸話が少なくない。アブーハニー・ファディナワリ、イブン・ファキーフ・ハマダーニー、イブン・ワシーヤ、 アブーヌアイムなどが、移動はあれど、二人のメッカの人が、ビザンツの皇帝ヘラクレオスの元を訪れた時の逸話を伝えている。皇帝は二人に飾りと棚を見せた。これはもともとは、神がアダムに与えたというもので、皇帝はそれをアレクサンダー大王から譲り受けていた。その引き出しの一つ一つには、預言者の肖像画が一枚ずつは言っていた。最後の塔を開けると、そこには、 ムハンマドの肖像画があったので、メッカの人は驚いたのだった。同じ話が、メッカの人が中国の皇帝を訪れた時のものとして伝わっているものもある。ある記載によれば、神は実際にアダムに預言者の肖像画を与えたのだという。イブンはシーアとアブーヌアイムは別の話も伝えている。メッカの商人がシリアを訪れた時のことだが、 キリスト教の修道院に招かれた、そのメッカの人は、そこで預言者や聖人を描いた、たくさんの彫刻や絵画を目にする。その中には、ムハンマドやアブーバクルの製造もあったが、キリスト教徒は、それと分かっていなかった。11世紀の逸話には、ムハンマドが、ササン朝の王カワード2世に雇われた画家の前で、肖像画を描くために招かれたという話が、伝わっている。 王はこの時の肖像画を痛く気に入り枕元に飾ったという。広大のアルマクリーズイーはエジプト総督のムカウキスがムハンマドの使者と面会した時の逸話を伝えている。ムカウキスは使者にムハンマドの外見を説明させ一枚の布の上に立つ見知らぬ予言者の肖像画とその説明を付き合わせたのだった。そしてそれは一致していた。17世紀の中国でも 皇帝がムハンマドとの面会を要求したが断られ、代わりに肖像画が送られてきたという話が伝わっている。皇帝はこの肖像画に夢中になるあまりムスリムに回収したが、その時点で役目を果たした肖像画はどこかに消えてしまったという。ハーフィズ・オスマンの昼家最初期の文献の一つであるイブンサードの大伝記集には言葉によるムハンマドの描写が大量に見つかる。 アリー・イブン・アビー・ターリブに返せられる記述は次のようなものである。オスマン・朝以降、上記のような文章はカリグラフィーの一種であるヒルイエのパネルに書き表されるようになった。ヒルイエは普通彩色が施された枠で囲み、本家・村かの形でまとめられるか、壁に掛けられるように木枠に入れられる。装飾的なカリグラフィーという伝統は17世紀の オスマン町の農書家であったハーフィズ・オスマンが創始したものである。作品には、ムハンマドの外見についての具体的かつ技巧を凝らした、人を引きつけるような描写が含まれていたが、農書家たちはその風貌については干渉者の想像に委ねることで、ムハンマドを絵画的に描いているという批判を交わすのであった。複雑なデザインが施された作品の各部には、上から下まで、 人間の体にちなんだ名がついていた。これは明らかに昼家は絵画の代替を目指した表現手段であったことを示唆している。オスマン町の昼家は形式的にバスマラを一番上に置くところから始まるのが通例になっている。そして間を開けて中央に我はただ万有への慈悲としてあなたを使わしただけである。コーラン21107という文章が来る。 中心の円の周りには4つの面があり、そこには正当カリフであるアブーバクル、ウマル、ウスマーン、アリーの名前と、それぞれに、彼に、アッラーの五万エツアーレという言葉が並ぶ。イスラム美術においては、特にアラビア語圏で、ムハンマドの視覚的な表彰として、最も一般的なのが、彼の名前をカリグラフィーにすることである。これは一種の緩やかな縁状のモノグラムで、 普通装飾的な枠の中に書かれる。アラビア文字以外で書かれることは、あまりなく、再構成されたり反復された字に、祝福の言葉や継承が添えられる。ムハンマドの名を表現する処方は様々で、例えば、アンビグラムもその一つである。ムハンマドはよくバラによって象徴された。神の名や、世俗的な署名であるトゥグラ、オスマン朝の国王の名を凝った形で組み直した、モノグラムなど、 イスラム世界における特別な形式のカリグラフィーに分類される、さらに複雑な作品もある。礼拝において、アブラハム、モーセ、イエスたちを従えるムハンマドイスラムの歴史上、ムハンマドを具象的に描写した美術品は、そもそも稀である。しかし、13世紀から現代まで世界各地のイスラム世界で装飾写本の挿絵の形がほとんどだが、 ムハンマドの肖像として有名な作品は存在する。ムハンマド描写の歴史はペルシアにおける写本差し絵であるミニアチュールの始まりまで遡る。ペルシア国家で作られた装飾写本にはムスリムによる最初期のムハンマド画として有名な作品が2点存在する。この写本はモンゴル帝国がアナトリアに侵入した1240年代頃に制作された。 その後モンゴルの軍勢は1250年代にペルシアとイラクにも攻め込み、図書館にあった無数の蔵書を破壊した。その後の研究では、現存する初期の作品は両こそ残っていないものの、総じてイスラム圏においては人を造形的に描くことに関して連綿と続く伝統を持つことが指摘されている。8世紀頃のイベリア半島から中東までを支配したアッパース町の 時代にそうした芸術が最盛期を迎えたと言われる。クリスティアーヌ・グルーバーは、13世紀から15世紀にかけての真実主義的な顔を含めて、全身を描いた図像から、16世紀から19世紀にかけてのより、抽象的な表現のされ方への推移を分析している。後者は特別な形式のカリグラフィーによって、ムハンマドを表彰することも含まれるが、 旧来の描写もまた並存していた。その中間とも言えるタイプが初めて見つかるのは1400年頃からである。それはムハンマドの顔の部分が空白になっている。肖像彫刻で顔の代わりに、王、ムハンマド世のような句が書かれているものである。おそらくはスーフィズムの思想の影響を受けている。この名国の上に顔やベールが描かれ、下書きのようになる場合もある。 これは経験な画かが自分だけが見るものとして制作したからであるが干渉されることを前提にしていた例も見つかる。グルーバーによればこうした作品は後にイコノクラスムーによってかなりの数が破壊されムハンマドの表情は削り落とされるか上塗りされた。これはムスリムによる真実主義的な図像への許容範囲が変化したことを意味している。 ムハンマドを描いた現存するペルシアの写本の大部分は、この地位がモンゴル人の支配下に置かれたイルハン朝時代以降のものであり、1299年のマルズバーンナーメもそれに含まれる。イルハン朝時代の1307-8年の写本は、ビールーニーの古代民族年代記に25点の挿絵がついているものであり、そのうち5点がムハンマドを描いている。 さらにその端末に収められた2点は、写本挿絵の中でも最も大きく完成度も高く、深夜派の競技に基づいてムハンマドとアリーの関係性を強調しているものだ。クリスティアーヌ・グルーバーは、14世紀初めのミューラー・ジュの書の挿絵のように、それ以外の作品はスンニ派の宣伝のような図像になっているというが、 他の歴史学者は、同じ挿絵をそっくりシーア派の王朝であるジャイラル朝の時代に帰属させている。ムスリムによるムハンマド側、ティムール朝とサファビー朝のペルシャ語写本にも見られるほか、14世紀から17世紀にかけてのオスマントルコ時代のイスラム美術、あるいはそれ以降にも見つかる。ムハンマドの生涯の各場面を挿絵として描いたものとして、おそらく最も充実しているのが、 14世紀の預言社伝の1595年に完成した写本である。これは、オスマン帝国の村と三世が、自分の息子である後のメフメと三世のために作らせたもので、800点を超える写本が収められている。キラーさんのムハンマド、顔はベールで覆われ、後輩をまとうムハンマドを描いたものとしておそらく、最もよく語られるのは、ミューラージュの場面だろう。 グルーバーによれば、15世紀初めにペルシア語とトルコ語による物語であり女子誌であった頃から20世紀までミューラージュを描いた一枚ものの絵は無数に存在する。これらのムハンマド画はラジャブ好きの27日をミューラージュの記念日として祝う時にも用いられるものでもある。道徳を尊び、人を引きつける預言者の焦点の物語を交渉で伝えることは聞き手に、 彼を称える感情を生むことを目的としているように思われる。このような習慣は18世紀及び19世紀の文献においてよく見つかるが、それよりはるか昔の写本でも同じような機能を果たしていたことが認められる。この時代には、これ以外にも誕生から、死、天国など様々な場面のムハンマドが描かれている。後輩最初期のムハンマド画には、 後輩が必ずあるわけではないが、ある場合は、キリスト教美術の様式にも見られるような、丸い形だった。その後、仏教あるいは、中国的な様式である炎のように伸びた、後輩、語孔がより一般的になっていった。後輩あるいは炎は、頭の周りに描かれるだけでなく、体全体を覆っている場合がほとんどであり、光だけが描かれて体そのものは見えない挿絵もある。 このように光に包むことで、真実主義による表彰から生じる問題を避けると、共に、ムハンマドの人と、隣は、文章で伝えられる。体が描かれているときは、顔はベールで覆われていることもある。こういった描き方は、ペルシアのサファビー朝の勃興の時から始まっており、崇拝と異形の念を表すために行われている。ムハンマドだけでなくその妻や他のイスラムの預言者も、 絵の中に登場するときは同じように描かれている。イスラム美術の初期の研究者であるトーマス・ W ・アーノルドはかつて次のように述べていた。イスラム教徒は仏教やキリスト教がそうであったように信仰に付随するものとしての絵画を決して喜ばなかった。モスクで宗教画が飾られることはないし、異教の教えを説明したり信心を深めるための写実的な美術品もない。 イスラム教とキリスト教を比較して、従ってイスラム美術には宗教画の伝統などない。どのような様式の描写であっても美術史的な発展を遂げたことはなく、宗教的なテーマに関する画家ごとの流派もなかった。キリスト教の教会における権威に相当するような宗教思想の指導者に関する手引きなどもってのほかである。ムハンマドの肖像は今日でも 議論の分かれる問題であり、中東ではそれを許容しない国が多い。例えば、1963年にはメッカへ巡礼したトルコ人の描いた記事がパキスタンでは発禁となった。なぜなら、ベールのないムハンマドを描いたミニアチュールの画像を含んでいたからである。ムハンマドの視覚的表彰が禁じられているにも、かかわらず、イランではムハンマドの図像を見かけることは、 珍しくない。イランのシーア派たちはスンニ派の慣習的信仰から見ればだいぶ寛容と言える。今日のイランでは、視覚的な描写はほぼ容認されており、現代的なポスターやポストカードによるムハンマドの表彰が行われている。1990年代の後半から、イスラム世界におけるイコノグラフィの研究者は、イランではターバンを巻いた少年として、 ムハンマドを描いた画像が紙に印刷されて流通していることに注目してきた。様々に異なる部分はあるものの、どれも成人前の若々しい顔つきで、神の死とムハンマドと書かれていることからそれとわかる。あるいはより詳細に、ムハンマドの生涯における逸話に根ざした伝承が書かれていたり、その図像の由来への推察が載っている場合もある。イランにおけるこうしたポスターの一部は、 キリスト教の僧、バヒラと若きムハンマドのシリアでの開口を描いた場面に由来する。この図像をキリスト教に帰属させ、また時代的にもムハンマドが預言者になる前のことであるとすることで、この図像を手掛けたものは、それが非道徳的な行為だという非難に対する自己弁護を図っているのである。ドイツ人のルドルフ・フランツ・レーネルドと、 エルンスト・ハインリッヒ・ランドロックが1905年から1906年に撮影したチュニジア人の青年の写真がモチーフであり、1921年までにポストカードとして鮮明な画像が印刷されて流通した。イランではこの画像はある種の珍品としてよく知られている。テヘランでは2008年に天馬ブラー,アークにまたがるムハンマドの壁画が公道の交差点に設置された。 ムスリムが大半の国でこの種の壁画が見られるのはここだけである。ムハンマドの登場する映画は極めて少ない。ザ・メッセージはムハンマドの生涯を描きつつ、彼やその家族のほとんどを直接は作品に登場させていない。2004年のアニメ映画、ムハンマド、最後の予言者は若き日のムハンマドを描いた経験な作品である。この映画にも彼は直接登場せず、 それが必要な場面ではカメラが彼の視点と同化する。イランのマジット・マジディが監督したムハンマドは2015年に発表された映画である。スンニ派のムスリムはムハンマドを映画の中で描くことを明確に禁じておりこれまでに例外はない。一方で現代のシーア派の方学者はより寛容な態度をとっており、そこに敬意があるのであれば、 テレビや映画でさえムハンマドを描くことは許容できるという立場である。西欧におけるムハンマドの表彰はかつてはほとんどなかったが印刷機が発明されると爆発的にその肖像画が普及するようになった。中世の西アジアにおける挿絵のように描かれることは少なく、大抵は預言者に対する敬意を書いており、ダンテの新曲で短く研究されている箇所に影響を。 受けているものがほとんどだった。西欧では、ムハンマドは世界史において影響力持った人物の一人として描かれることもある。そう,いう言った場合は、肯定的であったり、中立的な描かれ方をする傾向にある。1935年に建てられたワシントン DC のアメリカ合衆国最高裁判所ビルの彫刻がその一例である。この建物のフリーズには歴史に、 名だたる立法者たちが描かれており、ハムラビ、モーセ、孔子に並んで、ムハンマドの姿も彫刻されていた。1997年にこのフリーズをめぐって議論が起こったことから、それ以来観光客向けの媒体には、この彫刻について、彫刻家がムハンマドを称えようとした善意による作品であり、ムハンマドとは全く似ていませんと書かれるようになった。1955年には、 ニューヨーク市の裁判所にあったムハンマドの彫刻がインドネシア、パキスタン、エジプトの大使からの要請を受けて撤去された。極めて稀なことではあるが、ムハンマドを記念碑として表彰することはムスリムにとっては特に侮辱的に受け取られやすい。この形式の作品は古典的な意味での偶像であり、イスラム教において根本的に禁じられた偶像崇拝に当たりかねないためである。 イスラム美術においてはどんなテーマであっても大型の彫刻はほぼ常に忌避されるが特に独立して立つ大きさのものは避けられる。いくつかの動物の彫刻が知られているだけでアルハンブラ宮殿にあるライオンの中庭のように頭に噴水を抱いているものがほとんどである。おそらくピサのグリフィンが最も大型の彫刻にあたる。1997年アメリカにおける ムスリムの権利擁護団体であるアメリカイスラム関係評議会はアメリカ合衆国最高裁判所長官のウィリアム・レンキストに最高裁判所ビルのフリーズ北面にあるムハンマドの彫刻を撤去するか削り取ることを要請した裁判所はこの要請を却下したムハンマドを本の挿絵として描いた例は無数にある新曲の地獄編では 地獄に落とされたムハンマドが体を裂かれ、蝶をさらけ出した姿が描かれている。この場面は、かつては、新曲の挿絵において、たびたび描かれていた。ボローニャのサンペトロニオ聖堂にある、15世紀の、ジョバンニダモデナによる最後の審判のフレスコ画でも、この、ダンテの死を踏まえてムハンマドが描かれている。その他にも、サルバドールダリ、オーギストロダン、ウィリアム・ブレイク、 ギュスターブ・ドレなどもムハンマドを描いている。21世紀はその幕開けからムハンマドの表彰に関して様々な論争が起こった。現代において描かれたカリカチュアやコミックだけでなく過去の歴史的な美術作品についても問題となった。1999年にシュピーゲル氏が掲載した天使ジブリールから刑示を受けるムハンマドドイツの週刊誌シュピーゲルは 1999年12月に千年期の終わりに向けて書かれた道徳君と同じページに道徳の首都としてムハンマド、イエス、孔子、イマヌエルカントの画像を掲載した。その翌週から出版社にはムハンマドの画像を印刷したことに対する抗議や不服、申し立て、脅迫行為が続いた。トルコのテレビ局長 TV が 編集者の一人の電話番号を放送したことで、この編集者には毎日抗議の電話がかかってきた。ドイツイスラム中央評議会の理事長だったナリーム、エリアスは、ムスリムの感情を相手傷つけることのないよう、再びこの画像を掲載することのないようにとの、声明を発表した。エリアスはまた、ムハンマドの顔を白塗りにすることを提案している。2001年6月、シュピーゲルは、 イスラムの方を考慮した上で、表紙に、ムハンマドの顔を白塗りした画像を掲載した。ホーゼマンの、同じ絵は1998年のイスラム特集号でも掲載されていたが、この時はほとんど抗議は受けなかった。2002年、イタリア警察は、テロリストによるボローニャにある教会の破壊計画を阻止したと発表した。この教会は、 ムハンマドを描いた15世紀のフレスコ画を収蔵していた。修正されたムハンマド画の例としては、ユタ大学の1940年の壁画がある。この絵の下にはムハンマドの名前があったのだが、2000年にムスリムの学生からの要望を受けて名前の表示が消された。2005年、デンマークの新聞であるユランス・ポステンが連載する風刺漫画にムハンマドの絵が掲載された。 2005年の末から2006年初頭にかけて、デンマークのムスリム団体は抗議活動を行うと、共に、こうした漫画が掲載されたことについての周知に努めた。シカゴ大学でイスラム史を教えるジョン・ウッズによれば、問題は単に、ムハンマドを侮辱的に描いていることだけではなく、ムハンマドがテロリズムの衝動者であるかのように揶揄したことにあった。スウェーデンでは、 ユランスポステンを応援するためにオンライン上でカリカチュアコンテストを開催することが告知されたが外務大臣のライラ・フライバルズとスウェーデン保安局はインターネットプロバイダにページへのアクセスを遮断するよう圧力をかけた2006年にフライバルズの行為が明るみに出ると彼女は大臣職の辞任を余儀なくされた2008年2月12日デンマーク警察は 普段の作品を描いた漫画家の一人、カート・ウェステル・ゴールの殺害を死亡したとして三人の男を逮捕した。2006年にはたびたび問題を起こしていたアメリカのアニメ番組サウスバークがこのデンマークの事件を風刺しようとした。この番組は以前にも2001年7月4日放送のスーパーベストフレンズの回でムハンマドをスーパーヒーローとして描き、その回から オープニング映像にも、ムハンマドを登場させていた。カートゥーン・ウォーズ・パート2のエピソードでは、ホックスのアニメ番組、ファミリー以外の登場人物、ピーター・グリフィンに、ムハンマドが酒の乗ったヘルメットを手渡すシーンがある、はずだった。しかし、この番組を放送する、コメディセントラルは、イスラム社会から暴力に訴える抗議を受けることの、懸念を理由に、このシーンを流すことを拒否した。 それに対する、サウスパークの作者たちのコメントは、コメディセントラルのダブルスタンダードを当てこするものであった。同じエピソードには、アメリカ大統領のジョージ・ W ・ブッシュとイエスが、アメリカ国旗の上に排便するシーンもあったからである。2007年7月には、スウェーデン人アーティストのラルス・ビルクスがムハンマドを、ラウンド・アバウト・ドッグとして描いたことが発端で、論争が起こった。 スウェーデンの複数のアートギャラリーが安全上の観点からこのドローイングの展示を拒絶した。エレブルーに本社を置く地方紙、ネリケス・アレハンダがビルクスが描いたうちの一枚を8月18日に自己検閲と心境の自由を論じた写説の挿絵として掲載したことで、この論争は国際的な注目を集めるものとなった。スウェーデン国内の複数の一流子もすでにこの ドローイングを掲載していたが、このネリケス・アレハンダ氏だけが、国内のムスリムから抗議を受けただけでなく、イラン、パキスタン、アフガニスタン、エジプト、ヨルダンなど外国政府や国際機関である、イスラム協力機構からも公式な非難声明を受けた。2007年9月には、バングラデシュの漫画家アリフール・ラーマンがムハンマドを、不敬な仕方で描いたという容疑で身柄を拘束された、ことで、 新たな論争が起こった。バングラデシュ政府は絵が掲載されたベンガル語の新聞であるプロトムアロの発行文を押収した。問題となった漫画には年配の男性と猫を抱いた少年を描かれており、男性が少年に名前を尋ねると少年はバブーと答える。すると男性がフルネームでムハンマドと言ってから名前を言いなさいと少年をたしなめるのである。 さらに男性は猫を指さして名前を尋ねる。今度は少年はムハンマド、猫と答えるのである。この漫画はバングラデシュでは大きな問題に発展し、イスラム武装勢力は神を冒徳したラーマンの処刑を求めた。ムハンマドとその同士をあざける内容だと複数のイスラム集団が抗議を行い、この新聞を火にくべろと主張する人間も現れた。そういった人々は、 新聞社の編集部と漫画家を見せしめのため処罰することも求めた。バングラデシュには神の冒徳を罰する法律はなかったため、やはりイスラム集団の過激派はその制定を主張した。2010年11月2日、パリにある改虐的な週刊誌、シャルリーエ・ブドの事務所に爆弾が投げ込まれ、同社のウェブサイトがハッキングされた。編集長からムハンマドに関する特集号が組まれる。 予定であることが告知され、社会問題をテーマとして予告する表紙にムハンマドンの漫画が掲載された後のことだった。2012年9月、この新聞はムハンマドを風刺する漫画を連載したが、その中には裸のムハンマドを描いたものもあった。2013年1月、シャルリー・エブドはムハンマドの生涯を描いたコミックブックを作る計画を発表した。 2013年3月、アラビア半島のアルカイダとして知られるイエメンの支部組織が殺害予定者リストを持っていることがインスパイアの特別号で報じられた。このリストにはこれまでの論争に関わったステファヌ、シャルボニエ、ラルスビルクス、ユランス・ポステンの社員3人、みんなでムハンマドを描く日の森井のリスなどイスラムを侮辱したとエイキャップに告発された人々が含まれていた。 2015年1月7日、シャルリエ・ブドの事務所が再び襲撃され、シャルボニエをはじめ12人が射殺された。ナシーを戒める説教を行うムハンマド2008年、複数のムスリムが英語版、ウィキペディアのムハンマドの記事に彼の画像を掲載することについて講義を行った。この時の画像は、ナシーを戒めるムハンマドを描いた14世紀の イルハン朝の写本差し絵であった。アメリカンムスリム氏のジェレミー・ヘンゼル・トーマスは、この講義を取り上げて、次のように述べた。このような機械的な思いつきの反応は、イスラムを非難し、ムスリムをあざける機会を伺って逃さない人々に、プレゼントをしているのと同じだ。ムスリムと西欧メディアが陥っている無知と、相互嫌悪という負のスパイラルから抜け出せない状況を、 悪化させるだけと言っていい。当該記事では、読者に画像を閲覧するか選択させるという妥協案も検討されたが、結局は採用されなかった。Wikipedia は、この要望に対して、コミュニティとしての行動を全く取らなかった。このサイトの FAQ では、こういった画像に対する説明として、Wikipedia はいずれの団体のためにも、自己検閲を行わないと述べられている。 2010年1月、メトロポリタン美術館はニューヨークポスト市の取材に対してムハンマドの描写を含む歴史画について速やかに全作品を公開の企画展からは撤去する予定であることを認めた。報道では審査員である保守的なムスリムの一部による抗議が理由として挙げられていた。この美術館の決定は行き過ぎたポリティカルコレクトネスだとして批判された。 ほぼ同時期に行われた原始美術展をアフリカ、オセアニア、アメリカ大陸における美術に改名したり、イスラム美術展をアラブ世界、トルコ、イラン、中央アジア、アジアという企画に変えたことも批判の理由だった。みんなでムハンマドを描く日は、ムハンマド画を描いたアーティストに暴力的な脅迫を行った人間への抗議だった。 サウスパークのエピソード201に関わった人間に対する殺人予告を受けてコメディセントラルはこの回の内容を検閲したためである。呼びかけに応じて2010年4月20日にはインターネット上にムハンマドの絵が投稿され始めた。同時にみんなにムハンマドの絵を描くことを勧める文章も同年5月20日にアップされ、 言論の自由を制限しようとする動きに対する抗議も行われた。2015年5月3日、アメリカのテキサス州ガーランドで活動家のパメラ・ゲラーとロバート・スペンサーが主催するイベントに銃を持った二人一の男が乱入した。二人はイベントを警護していた警官に射殺された。このコンテストでは賞金1万ドルがかけられており、2015年の シャルリー・エブド襲撃事件に対するカウンターとして企画されたものだった。襲撃した男の一人は以前のテロ事件の容疑者として FBI にマークされていたことが判明した。ありがとうございます。